ベルギナント・ホドラーは、スイスの画家。グスタフ・クリムトと並んで、世紀末芸術の巨匠。同年代の芸術家がみなパリに出て活躍したのに、対し、ホドラーは、画家として認められてからは、最後までスイスで活躍し、孤高の画家と言われた。昼イキャンバスに、油彩、16340センチメートル、1900年、ベルン美術館。夜キャンバスに、油彩、 116.5299センチメートル1889年ベルン美術館。ホドラーは1853年にスイスの首都ベルンで貧しい家庭の長男として生まれた。父親は大工であった。8歳になるまでに父親と弟2人を結核などの病気で相次いで失う。母親は 装飾美術を手掛ける職人と再婚するが、しかし1867年に、やはり結核で死去する。最終的には、他の兄弟もすべて結核で亡くなってしまう。貧困を極めていた幼少のホドラー自身が兄弟と母親の死体を殴るまで、貧窮院から運んだと回想録で語っている。これら幼少期の体験が、彼の感性に、死という存在を深く植え付けた。 ギリの父親から絵画の最初の手ほどきを受けた後、トゥーンのドイツ人画家、フェルディナント・ゾンマーの下に弟子入りする。19歳の時にジュネーブに戻る。トゥーン滞在以来、看板職人をしたり、観光客相手に絵を打って、生計を立てていたが、画家のバルテルミメンの徒弟となり、死の影響の下、コローやバルビゾン派の影響を受ける。やがてその才能を見出され、 ジュネーブの美術学校に入り基礎を学ぶ。その後スペインに渡り、マドリード周辺の風景やスペインの女性を描き、明るい色彩と力強い画風を身につける。代表作となる、夜が1891年にパリのシャンデュマルスのサロンに出品され注目を集める。これにより、ホドラーは、象徴主義の画家として、脚光を浴びる。夜の構図では、 横たわる女性の平行性が強調されている。一方で中央に描かれる男は何か黒い物体を押しのけようとしている。これは若き日のホドラー自身を描いた自画像と言われている。ホドラーはフランス芸術家協会の会員となり、1892年にはゴーギャン、モロー、ナビハなどの世紀末画家たちの作品が集うバラ十字サロンにも出品した。様式的には徐々に モニュメンタルな人物をモチーフに描く、回帰的傾向を強め、ウィリアムテルのような歴史的、国民的主題も手掛けている。1904年のウィーン分離派展で、ホドラーの作品はメインルームに展示され、ベルリンの分離派展では、ホドラーのためにギャラリーが一つ割り当てられた。50歳を過ぎて、画家として認められたホドラーは、20歳も若い、バランティーヌ・オデ・ダレルと、 情熱的な恋に落ち、彼女との間に、かずめを設けるが、バランティーヌもガンにより40歳で亡くなる。晩年のホドラーは、バランティーヌと自画像しか描かなくなり、病に伏していた1918年に、ジュネーブで死去。65歳。ジーノーマン、19世紀画家、絵画時点で行われている分析によれば、初期の作品は、コローやクールベの影響が見られ、 後期の作品では印象派に特徴的な色調の幅を継承している。ホドラーが得意とした風景画、偶意画、物語画は自然主義的な一面と象徴主義的な特徴を合わせ持っている。様式上の特徴としては画面の構築的性格、総唱性、平行性とリズム感が挙げられる。この画家の作品に 特徴的な明確な輪郭線を持つ形態的構造は神話的で感傷的な印象を感傷者に与える効果を上げている。19世紀末の時代を象徴した画家の一人で苦難に満ちた人生を生きたホドラーの作品には死や夜をテーマとしたものが多い。その一方で女性を描いた肖像画やスイスの風景画などの写実的な作品も多数残している。また、 意外に知られていないことだが、ホドラーは、スイスの紙幣のデザインも担当している。1911年に最初に発行され、1958年までの長い期間流通していた、第二次銀行券の中の50フラン紙幣と100フラン紙幣の表裏を描いており、50フラン紙幣の裏面には、渦と同様の木を切る人の絵が描かれていた。どちらの紙幣も表は、 女性の肖像であった。ありがとうございます。